はい、皆さんこんにちは。今日は、バイオリンは、できるだけ、初めは、教室に通って始めた方がいい、まあ、先生について、習った方が、始めた方がいいということを少し解説させていただきたいと思います。バイオリンを買ったはいいけど、ちょっとレッスン行くの面倒くさいなとかね、ちょっとレス月謝とか払うのちょっと大変やし、いや一人でやってみたいなって思われる方は結構いらっしゃると思います。まあバイオリンだけに限らずね、チェロとかピアノとかもそうかもわからないですね。家にピアノあるし、ちょっと自分でやってみようかとかね。バイオリンも憧れで買ったんだけど、ちょっとレッスンに通うのはちょっとなっていう感じ、時間もないしと思われる方はいらっしゃると思うんです。そういう方はね、もう教則本買ってきて自分でこうやりだしたりすると思うんです。 YouTube を見たりとかね、まあ一部 YouTube の方は独学もおすすめされてる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、それはまあ視聴回数を上げるためにそうおっしゃってるのもあると思うんですけど、実際はやっぱりね、ちゃんと先生について習った方が上達は早いです。はい、というのも一人で練習してるとね、どんな音が出たるかとか分からないですよね。特にもうバイオリンとか複雑ですよね。左手と右手と違うから、もうそのこう左手を押さえることに集中したら右手がおろそかになるとか、右手をちゃんとしたら左手がおろそかになるとかね、非常に複雑な動きをしてますから、それ弾いた瞬間にもう音が出てきてるんですよね。だからその音を聞き取るっていうのはすごい難しいことなんです。わかりますかね。だから複雑な動きをしてて、それでもうこう鳴らしたらもう音楽の場合もうそれで取り消せないんですよね。そこがすごいシビアな部分です。もう修正できないで、修正できないんで、もうおろそかに聞いてしまいがちになりやすいです。結構おろそかに聞いて、もう弾けてるもんやと思ってね、もうデタラメみたいな感じ、もう標高から聞いたらもうデタラメ弾いてるみたいな感じでも、それで、もう満足してしまってついついとこう曲を進めていってしまう独学の場合、そういうケースが結構多いと思います。それとあと悪い癖があったりできたりしやすいですよね。癖を指摘してもらう方がいないんで、悪い癖をいつまでもその癖をで弾いてしまうと、頑張って練習してもますますその悪い癖の上積みになっていって、その悪い癖が取れなくなってしまうんですよ。だからうちの生徒さんでもやっぱり最初ね、やっぱりできるだけ独学でやろうと思って、独学でもう1年ねやってからちょっと限界が来てうちにレッスンに来られる方いらっしゃるんですけど、そういう方はねものすごいやりにくいです、はっきり言うて。もう何にも、バイオリン買ったらもうすぐ来てくれいただいたらスーッとこう伸びるもんが、その悪い癖を取るのにものすごい時間かかるんですよこれで耳ももう悪い音程悪い音がそのままもう頭に染みついてるんで、そう綺麗な音程で弾いて綺麗な音で奏でるっていう、そういう習慣ができてないんで、そういうのをまず解きほぐすのにものすごい時間かかります、はい。ですからもう最初だけでも、最初だけっては言わないですけど、もう初めは特に独学では始めない方がいいです、バイオリンね。例えば鈴木メソッドの第2巻のユダス・マカベウスの合唱ってありますよね。こういう堂々とした曲ですけど、この一節だけでも独学でやってらっしゃる方やったら、もう弓の持ち方もこうギンギュギュになってるし、こっちも押さえたらもうこういうなりな感じで、こういう感じになってるし、手のひらもついてるしみたいな、こうだから弾き始めたら、
う状態で 来られる方も結構いらっしゃるんですよね。もうこれの癖を取っていくのがすごい大変やし、もうこれでいいと思ってらっしゃる方もいらっしゃるんで、自分本人ね。だからものすごい大変です。そっから、それから直していかなあかんっていうのはね、もう最強の例えばキラキラ星ね、まあ言ったらこういう単調な鈴木メソの一家ですけど、単調な曲からちゃんとレッスンについて音の出し方とか、この指の押さえ方とか、こう構え方、耳の持ち方、こういうのからもう簡単な、まあ、簡単というのも難しいですけどね、キラキラ星もねちゃんと弾こうと思ったら、こっから最初から基礎をしっかり学んでいった方が絶対に後々いいです。はい、ということで、バイオリンはバイオリン特に始めようと思われた方はもうほとんど絶対と言ってるぐらいレッスンについた方が絶対いいです。はい、ということでした。本日もご視聴どうもありがとうございました。